瞑想することによって瞑想を深めていって、はい、宇宙って何なんだろうかとか、うん、人間って何なんだろうかっていうのがだんだん分かってきて、その真理を極めていくわけです。そうすると誰かに何かを伝える必要性がほとんどなくなってくる。自分の中の肉体のことってね、お話できる人ってなかなか、まあ、共有できないじゃないですか、そもそも自分の体のことって、うんうんうん、こうお話できるとなかなか面白いなって。ちゃんとした死に方しなきゃダメだ。え、どういうことですか、ちゃんとした死に方、うん、だから最終的にはやっぱり楽しんだもん勝ちってことなんですかね。そういうことです、そうです、人生楽しまないとね。どんどん先生はこの内面を深く深く掘って見ていったけれども、やっぱり先生楽しむことが大事、もう究極の楽しみが死だから、うん。